はい、はい、別館です。別館です。相変わらずです。相変わらずこの週刊新潮ね、本当に昭和の新聞、あ、新聞じゃない、週刊誌だね、これね。ここまでね、ここまでひどいなと思うのは、また相変わらず、はい、本当に続いてるんですよ。はい、本当ひどい。目次見てください。親子断絶、もう親子断絶しちゃってるんですね。もう断定してるわけだね、はい、もう断定断絶後に紀子様の一言、34億円の進呈には佳子様のお部屋はなかったって。何これ、どうさ、ちょっと ひどいタイトルの付け方、これはこれ本当にタイトルね、はい、あのね、秋篠宮邸のね、あの進呈というかね、そのあれは部屋数たくさんあるわけでしょ。ありますよ、そんな部屋がね、はい、あの内親王殿下部屋とかねいうのはないかもわかんないけど、ちゃんとご自身の部屋あるわけでしょ、はい、ありますから、はい、寝室もあるだろうしね、その通りです、うん、こういう なんでこんな、ね、ひどいこと言うんだろうってね親子断絶なんて、こんな親子断絶ってこれもあれですよ。それから、うん、紀子様の一言って何でしょうっていうと、ね、結婚に関してね、結婚に関してあの、はい、記事によると、その周囲に、はい、あの紀子殿下が、うん、あの高円宮家の、 あの上殿下が、はい、出雲大社の、 あのネギさんと結婚したから、はい、自分の娘たちは内親王であり、その宮家の格も上だから、その出雲大社の方よりもっと格上の婿さんを探さなきゃっていうようなことを漏らしたっていうこと、そんなこと言うわけないでしょ、言うわけないでしょって。大体まず ね、うん、そんなこと言ったら口に出したら大変なことになるっていうことの場合は、もうこれだけ痛い目合ってるからね。そうですよ、もう散々ご結婚以来こんなに叩かれ、ずっと、ね、よく耐えられてるなと思うね。本当ですよ、いじめもここまで来たら本当にね、いやもうびっくりしますよ。もうでそういうことをまず普通でも言うわけないのに言ったように言う、そう、周囲に漏らしたっていう、ね、誰が聞いて誰がそんなこと話してるのか、鍵かっこつきですが、うん、あのね、匿名になっていますからね。特定名、匿名じゃなく、あのだから匿名報道、匿名報道、うん、本当やめさせなきゃいけないですね。やめましょう、こういうこと。これデマですからね、これひどい言い草です。今言ったようにそんなこと言ったら、じゃあ格の上とかね、言うならあれじゃないですか、あの今のね、眞子さまね、はい、全然格上とかね、うん、もう元々そういう前例があるわけだから、そんなことを言う理由もないよ、はい、前提としても間違ってる。本当にひどい、こういうねデマをね、うん、飛ばして、はい、これでね、はい、商売しようなんて浅ましいね、この新聞、新聞じゃないの、週刊誌ですね、はい、ひどい話ですね。親子も断絶してませんし、はい、公務の打ち合わせですとかちゃんとお話もしてますからいや、もうやめてくださいっていう、うん、はい、あの、はい、親子断絶ってのは、まあ、もっと言えば定義をしなきゃいけないですよ、うん、そうですよね、コミュニケーションが一切口を聞かないとかね、あるいは家を出てるとかね、いろんなことあるじゃないですか、はい、で家を出てるような書き方してますが、こう同じ敷地の中の離れで生活してるわけであって、はい、逆に尊重してるってことになるよね。いや、そういうことですよね、うん、だってあの過去内親王殿下だって今年、うん、12月には29歳になって、来年は30歳になられる大人の女性ですから、うん、す別にあの近くに両親のそばでどうのって言わなくても、ね、同じ部屋で、ね、はい、寝てなくてもいいわけですよ、はい、赤ちゃんじゃないんだからね。そうですよ、当たり前で独立した一個のね、はい、あの尊重してるわけですよ、うん、大人の生活というか、そういうね、でそういう中で公務もちゃんとね、うん、果たされてるしね、一生懸命今本当に頑張ってらっしゃいますよ。ここまででもね、皆さんひどいことやるんですよ、うん、この週刊誌は。なんとかしなきゃいけないんじゃないですか、本当に、はい、で今回ね、この間、うん、あの新しいね、はい、あの広報官がね、はい、できましたから、あの4月の1日からもう広報室が新設されて、うん、そこの室長の方がやっぱりきちんとした、ちゃんとした方ですから、私は期待したいし、うん、期待したいですね、応援したいですし、はい、民間でね、私たちも何か協力できることはしたいと思ってますよ。ちょっとね、インターネットでね、はい、これこういう匿名のね、うん、誹謗中傷ってあるじゃないですか。もうひどいですね。私なんかも相当やられてますけどね。私なんかもやられてますけどね。あの、はい、そういう意味でね、なんかね、ちょっとこれだいぶ前のことらしいんだけど、はい、2月だか3月ぐらいのね、うん、ことらしいけど、私がね、国盛りの人たちにね、はい、あのみんな、なんでか、あの年取ってね、ええ、死んだらあの
チャンネル桜が栗本にね遺産として残せみたいなねことをみんなに伝えてて、お前いい加減しろよって本当にね、ちょっと小林さんも聞いたようにね、おかしすぎて笑っちゃう。よくそんなことをね、それぞれの皆さんとお立場あるしね、はい、ということですよ。そんなこと私が言うわけないじゃん、死んだら金よこせみたいなね。そんな本当、まあいいけどね、これ、まあ信じる人ほとんどいないだろうけど、あ、そんなこと言ったんですかって信じちゃう人もいるんですよ。これもそうなんですよ。週刊誌は特に ね、そうですよ。一応印刷されてますからね、はい、で全国にね出回ってますしね、うん、そうそうそう。だから本当にね、これ広報官も含めて、うん、記事はね、はい、書いてもいいから自由だから、うんうん、署名記事だよね。それが大原則ですよ。署名記事にさせないとダメですね、はい、うん、それから、はい、どこからそういうニュースソースが出たかっていうのもね、はい、皇室に関してはまあ、あれ一般的な意味での人権とか、はい、そのお持ちになってないから皇族はね、そういうことです、はい、こういうことをやるべきだって改めて皆さん、うん、この記事を見るとですね、はい、あれですね、それからグラビアでなんか眞子さまが太ったとかね、もういいじゃないですか、もうそんなことちらっとやりますけど、はい、なんか激太りとかなんとかって余計なお世話ですよ。幸せ太りでいいじゃないですか、もうそれはもう、もうそっとしてあげたいからどうだっていうのがね、はいはい、これもねやっぱりね、誰が取ったかっていうね、いうこともね、うん、そうですね、もう一つ言うとですね、本当悲しくなっちゃう、あれですよ、アングルによってとかみんな太ってみますからね。そうですよ、 あえて言っておきますね、はい、ほんと太ってみせましょうか、はい、私がちょっと顔のこの辺取ってくれる、ん、あこうやって取ってみましょう、はい、もう大丈夫ですよ社長でもう一回ちょっとやり取ってくれると、うん、はい、また違いますよね、全然違う、はい、とか映り方とか角度と か、ね、角度とかこれによって全然違うんですよ、うん、たまたまのその呼吸の具合とか何かあるかもしれませんから、ね、からそういう意味でね、洋服のね、写真なんか特にそうなんですよ。そうですよ、修正聞くでしょ、また写真今ね修正聞きます。だからこういうね、い肖像権の、ね、侵害だっていうね、うん、もう個人的な立場はもちろんお持ちだけどもね、はい、でももう一般人になってね、はい、やってんだから、うん、太ろうが痩せようがね、どうでもいいでしょ。また激痩せしたら苦労してるんじゃないかとかねいじめられてんじゃないかとかね、うん、ある意味もう眞子さんになられて民間人になられてますし、うん、ご主人は弁護士ですから、うん、あんまりひどいようでしたらもうね法律の専門家ついてますから、うん、気をつけた方がいいですよ、本当に、はい、そういうね、はい、ことであります、うん、はい、本当とにかく週刊新潮、エセ週刊新潮は読まない、はい、買わない、はい、読ませない、はい、それでいきましょう。今週の別刊でした。